どうもエスプレッソです。唐突ですが今朝の某ツイートをご覧ください。はい、というわけで作りました。ツナにパイナップルとマフィンと聞いて面白そうだなと思ったわけですが、とりあえず作ってみたろう精神で取り掛かってみたわけです。まずマフィンを作っていきます。またこのレシピも概要欄に載っけておきますね。マフィン生地初めて作ったんですけど、こねやすかったです。イングリッシュマフィンの表面についてるザラザラしている粉、コーンミールっていうものらしいんですけど、まあ、そんなものはないのでトウモロコシを砕いて代用してみました。茶こしでこして上に残った粗い粉を使います。ちなみにこういうパンを焼くときのポイントですが、上に天板を置いて高さを調整します。その際ココットやセルクルを端に置いて潰れすぎないように気をつけます。パニーニとかに使われる生地もこんな風に焼くんですよ。
そしたら仕上げに入っていきます。パイナップルが入っているツナマヨマヨマフィンということなので、まあ、マヨネーズ多めで攻めていきます。目玉焼きやベビーリーフなども添えて満足度を高めていきます。パイナップルはそのままでも良さそうなんですが、ここは軽く焼き入れてみることに。果物らしい強い甘みが温めることで素材と相性良くなるんじゃないかなというイメージ。そして完成です。イメージよりいい感じに出来上がったかも。朝食にもいけそうですけど、食べ応えもありそう。パイナップルが入ってることで、なんとなくハワイ感が出た気もします。ついでに、こしたトウモロコシの粉は適当にコーンスープに。これが結構美味しかった。こんな感じで、まあ創作料理ですが、なかなかいいクオリティでできたんじゃないでしょうか。これ結構美味しいです。パイナップルが不安要素でもあったんですが、酢豚にもあったかいパイナップル入りますからね。全然邪魔してない。ツナと卵との相性も結構良い感じです。まあ、そんな感じで朝っぱらから半分ネタでやってみたものの、結構いい感じの一品が仕上がってしまいましたよ。駒野さん、ネタ提供ありがとうございます。ちなみに今回試しに新しいカメラと持て余してたバイノーラルマイクで収録してみたので、まあ、調理状況の部分多めにやってみました。というかカメラの動画なかなか良いですね。光の具合がめっちゃ良いです。今後も取り入れていきたい。そしておつまきアートです。